ですの。不老不死ですな、やはり。この年になると若さこそが宝だと思い知りますわい。欲しいものですか？うん、とりあえず自信ですかね。自信？自信って何に対しても？はあ、まあ自分自身にと言いましょうか。あんたにわけの戦士なんだろ。じゃあそれなりの修羅場はくぐってきたんじゃないの？まあそうなんですけど、私自分ってものがないんですよね。気づいたらこんな仕事をしていて、ただ言われたことを言われた通りこなして、でもこれから先もこんな仕事続けていくわけでしょ。だったら誇りみたいなやつとか、自分なりの正義みたいなものにちょっぴり憧れるわけなんですよ。あんたほど強そうに見えてもまだ才能が欲しいってのかい？俺は負けるのが死ぬほど怖いんだ。怖い？そりゃ誰だって負けるのは嫌だろ。確かに牛くらい天才なら怖いもんなんかないかもだけど、あんたのそれはただのコンプレックスってやつじゃねえの？違うな、病だ。もちろんハーレムですわ。ハーレム、ハーレム、ハーレム。私は歴史ある名家の淑女として35億人のイケメンと愛し愛され暮らすのですわ。今じゃそいつの養育費稼ぐために仕事しなきゃならねえ。あんたも大変なんだな。別に、ただあいつのおかげで生きがいってほどじゃねえが、前よかマシな生活になったんじゃねえの？生きがいっていや、あいつらは。あ？願い？俺様たちの？んなもん聞かなくてもわかんだろ。金だよ、金。金に決まってんだろ。金さえあれば何でもできるんだからよ。兄貴はああ言ってたかな。あいつは金の価値なんか信じちゃいねえ。そもそも自分以外信じてるものなんかねえんじゃねえの？弟はああ言ってたかな。あいつにとって金は奪うためのアイテムさ。ゲームなんだよ、ただのな。なんかみんな話してみたら普通に話せたりして、最初の印象とは結構違ったよな。え、僕の願い？ああ、僕の願いはね、世界中のみんなとお友達になりたいんだ。あん時はゾッとしない話だったけど、あいつにとっては真剣な願いだったんだろうな。だからさ、そん時思ったわけ。どうしてそんな風に正しいことができるのって。あたいはさ、部とか道とかそんなもん戦場じゃ意味なんかねって思ってたのに、それなのにあいつと来たら。だからね、あたいの願いはあの人と。っておい、聞いてんのかよ。おうほら、おめえも飲め。いや、俺未成年だから。なんだと？虎のお姉さん、12対戦中唯一その願いを叶えた選手。なんだと？隠れてないで出てきたまえ。それともこちらから行こうか、ネロ戦士。なあ、殺される前に一つ聞いていいか？何かね？人に聞くなら先に言いたまえよ、少年。君の願いは何なのかね？君は何のために戦っている？生きている？